こんにちは、いちごからの女のいちごと申します。お願いします。今日はですね、この前ウエハースの開封動画を上げたんですけど、あの後ね、あの動画見てくれた私の友達がウエハースのね、シールの収納ってどうしてるって質問をね、送ってくれたんですけど、最近私もウエハースのシールどうやって収納しようかなってすごい考えてたので、今日はね、シールの収納方法の動画になります。よかったら最後までご覧ください。ここにね、この前開けたウエハースのシールがあるんですけど、もう前々からね、開けてたやつも結構溜まってるので、ずっとね、ちゃんと収納しなきゃって思ってたんですよ。で、今日はなんかこういうファイルとか買ってきたので紹介にしていきたいと思います。じゃあね、見やすいようにカメラの位置変えます。はい、じゃあね、これからシール収納していこうと思うんですけど、ざっとね、今日使う商品紹介します。これにね、まず入れ替えようと思うんですけど、フィルムから取ってこっちに入れ替えようと思います。このまんまね、保存してもいいんですけど、一応お菓子の中に入ってたものなので変えようかなと思います。ちなみにこれはね、確かキャンドゥかセリアだったかな、ちょっとどこで買ったのか覚えてないんですけど、家にね、ありました。大きさは縦70、横 55mm です。はい、次こちらがコレクションシールのリフィールです。これこんな感じでね、シール入れていこうと思ってて、穴が開いててファイルに挟めるんですけど、なんかちょうどいいファイルがなかったので、今日はね、このケース買ってきました。この中にね、とりあえず保存していこうと思います。じゃあまずね、この中に入れていきます。はい、今ね、こんな感じで入れました。結構ね、ぴったりめで、幅はいい感じなんですけど、縦がね、ちょっと余っちゃうので、ここね、切ってもいいし、私はね、ここ折って、ここをね、テープで留めようと思ってます。はい、今ね、マスキングテープで留めてみました。こんな感じです。じゃあね、これから地道にこの中に入れようと思います。気が遠くなる作業だ。これでも溜めてやっちゃうと気が遠くなるけど、その都度ね、やっとけば大丈夫な気はします。この前ね、20個ぐらい開けたじゃないですか、ボックスで。ほぼ毎日ウエハース食べてます。なんかウエハースのリメイクレシピとかないのかな、お菓子とかにできないのかな。ちなみにこれまだ全種類揃えてなくて、確かあと10個ぐらいでコンプリートなんですけど。はい、じゃあね、入れ替えたので、一応ラインナップ順にこのファイルにね、入れていこうと思います。こっちにも穴開いてるのでね、こっち方向でもいいみたいです。私はね、縦で使っていきます。はい、入れるとね、こんな感じで袋に入れててもね、ぴったりな感じになってます。はい、こんな感じでね、入れれました。一応順番にしたので、この空いてる箇所がね、まだ持ってないものになります。こうなってて、こっちに続いてて、ここが最後って感じですね。まだこんなに持ってないのある。袋ね、入れた状態で2つ重ねてもそんなに分かんない感じではありました。結構ね、いい感じで入れれたんじゃないかなって思います。本当は袋に入れずにシールね、そのまま入れてもいいと思うんですけど、念のため私はね、袋に入れてみました。思ったのは、袋に入れた方が飛び出しづらいなと思いました。こう、こっち側にね、穴が開いてるので、こっちにね、しても大丈夫だし、
今後ねシールはこんな感じでファイリングしていこうと思います。じゃあカメラ切り替えます。はい、今日はねウェハースのシールの収納の動画でした。他にもねたくさんいい方法あると思うんですけど、今はね私はこれでいこうと思っています。100均とかねどんどんいろんな商品出てくるし、いろんなね収納方法があると思うので、常にねいい方法を考えていきたいと思ってます。またね違うグッズとかの収納もねいい方法を見つけたら紹介していきたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。また動画あげます。じゃあねー。